エスタディオメトロポリターノはスペインマドリードに所在しアトレティコマドリードの所有するサッカー専用スタジアムアトレティコマドリードのホームスタジアムでありワンダグループによるネーミングライセンス取得によりワンダメトロポリターノと呼ばれているペーネタの由来となった西側のスタンド1990年代初頭マドリード州のスポーツ競技会は世界陸上の開催を呼びかけ マドリード東部、環状高速 M-40 の隣にスタジアムの建設を計画。サイトは大きな発展が予想された。建設は1990年にクルーズ・ワイオルティスの設計で始まった。1993年に完成した。座席は正面スタンドのみの2万席。楕円形のスタジアムはスペインの伝統的な櫛に似ていることから、 ラペーネだと呼ばれた。1994年9月6日に行われた会場式典には国際オリンピック委員会会長のフワン・アントニオサマランチやマドリード州首相のホアキン・レギナが出席した。1991年1月21日、アトレティコ・マドリード B のリング戦が小ラ落としとなった。1997年世界陸上では開催地選考でアテネに敗れ。 その後は10年間はマイナースポーツや文化イベントなどに使われた。2002年所有権がマドリード州からマドリード市に移された。2004年2016年マドリードオリンピック構想によるスタジアムの将来的な計画のためスタジアムは閉鎖された。2012年大会、2016年大会、2020年大会のサンド立候補において開閉式。 陸上競技の会場として設定されていた。2008年12月に、マドリード市長、アルベルトルイスガジャルドンとアトレティコマドリード会長、エンリケセレソが2013年に、エスタディオビセンテカルデロンに代わるアトレティコマドリードのホームスタジアムとして移転する署名を行い、同意した。2020年オリンピックの誘致失敗に伴い、2013年9月11日、アトレティコは、 ラペイネタの場所に新スタジアムを建設する計画を発表し、所有権は正式にクラブに移された。設計はアントニオ・クルスとアントニオ・オルティスが手掛ける。当初、スタジアムは陸上競技用トラックを有する計画だったが、誘致失敗に伴い、計画から除外された。2016年12月9日、クラブは新しいスタジアムの正式名称は、 ワンダグループの命名権取得により、ワンダメトロポリターノになることが発表された。会場を控える、新スタジアムにて2017年9月16日、ワンダメトロポリターノの会場式が行われ、その後行われた、最初の試合は、ラリーが第4節アトレティコ対マラガシエ F。スペイン国王のフィリペ6世も試合を観戦した。最初のゴールは、アントワール・グリーズマンで、 アトレティコが1から0で勝利した。2017年9月20日、UEFA チャンピオンズリーグ2018から19の決勝開催地となることが発表され、2019年6月1日に、トッテナムホットスパー対リバプールの決勝戦が行われ、2から0でリバプールが勝利した。以前の名称は、エスタディオデラ・コムニダット・デ・マドリード、エスタディオオ・リンピコ・デ・マドリードで、一般的には、 ラペイネタと呼ばれていた。スタジアム名のメトロポリターノは、1923年から1966年まで、アトレティコが本拠地としていたスタジアムの名称である、エスタディオメトロポリターノでマドリードから取られた。現在は、中国の不動産会社、ワンダグループによって命名権が取得され、ワンダメトロポリターノと呼ばれる。UEFA の試合では、 命名権を行使したスタジアム名を認めておらず、エスタディオメトロポリターノと呼ばれる。エルアユンタミエントベンデララパーセラデラペーネタール、オットオレティコ、elpais.com。2020年6月11日閲覧。ワンダメトラパリットの、ステーリアムドブ、2017年5月1日閲覧。エルワンダ、ラウルティマソルシェオンパラエルライオマジャダホンダ、ワンダ、 ザラストソリューションフォーライオマジャダホンダ。マーカ、2018年7月1日閲覧。オットオレティコでマドリード vs リアルマドリード。LALIGA.com。2019年9月28日閲覧。ラペーネタセライルノボイスタディオデルオットオレティコ。パララテンポラーダ2012から13。2008年12月12日閲覧。 エルアユンタミエントデマドリードベンディセラコンプラデラ、ペーネタポルパルテデルオットオレティコ。エルムーンド、2020年4月14日閲覧。ウネスタディオヤマドワンダ、メトラパリットのマーカコム2016年12月9日、http コロンスラッシュスラッシュ www.afpbb.com スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ31437477来、like、期エル結昭は、 アトレテコの新スタジアムに決定、UEFA が発表、アフプブニュース。ありがとうございます。